願いいたします。大きな音で失礼いたします。令和新選組の代表を務めております山本太郎と申します。令和新選組って何なんだ、そう思われる方のためにも簡単に説明をします。国会議員700人いるんです。その700人のうちの8人のグループ、それが令和新選組。そこで代表を務めている山本太郎がマイクを握らせていただきます。選挙始まってしまいました。皆さんにとっては騒音との戦い、そういうようなことになるかもしれません。うるさいな、そう思われるかもしれませんけれども、どうか耳を傾けていただきたい。かなりひどい世の中、それはもう皆さん感じてられると思います。この状況を変えるには政治を変える以外方法がありません。この国に生きている限りは、この国で作られた法律にのっとって生きる以外ないんですね。政治と自分は関係ない、多くの方々がそう思って投票することさえ諦めてしまっている。でも待ってほしいんです。知らないうちにあなたは決められたルールに従っている。例えば青信号で進む、赤信号で止まる、どうしてですか。道路交通法に従っているんですよ。もしあなたが消費税上がるの嫌だな、そう思っていたとしても、消費増税された時には素直に払いますよね。どうしてですか。消費税法にのっとってるからです。あなたが知らない間に国会の中でとんでもない法律山ほど通されてます。さまざまこの30年この社会を壊されるような法律が多く通ってきました。結果国はどうなった。残念ながら日本は先進国の中でただ一つ不況、経済不況が続く国なんです。先進国の中でただ一つ30年経済を弱らせるバカな国家は日本しかないんです。30年景気が悪い、そこに加えてコロナに物価高、この状況であっても国は本気を出して人々の生活を底上げしようとしません。逆に言えば皆さんの負担をさらに上げていきながら首を絞めにかかってます。この状況の中で何とか政治を変えていくためには、どうか私たち令和新選組にお力を貸してください。ピンクの投票用紙、比例には令和、ひらがな3文字で令和とお書きください。そしてここ皆さんのお住まいになっている昭島、東京25区青梅、昭島、福生、羽村、あきるの西多摩にお住まいの皆さんはですね、私たちの公認候補者であります依田かれんにお力を貸していただきたいんです。皆さん上乗って、ごめん、この上りちょっと位置ずらしてください。お顔が見えません、皆さんの。ありがとうございます。で、依田さんに挨拶いただく前にですね、もう少し私から具体的に話します。今の日本、30年経済が不況だと言いました。これは世界先進国で見ても異常なんです。例えばですけれど、実質賃金、これは30年日本の中下がりっぱなしなんです。他の先進国見てみてください。右肩上がりですよ。2000円3000円の時給当たり前、日本だけ下がり続けてるんです。それだけじゃない、この30年不況の間にみんなの所得が減っていってるんです。30年の不況で所得の真ん中、高い所得低い所得、その真ん中、所得の中央値は131万円も低下しました。この状況を鑑みれば国内がよりひどい状況になっているってことは想像つきやすいと思います。今の時点で国民の6割が生活苦しいって言ってる。それどころか貧困は拡大してます。国民の6人に1人が貧困、高齢者の5人に1人が貧困、一人暮らし女性4人に1人が貧困、一人親世帯、シングルマザー、シングルファザー2つに1つが貧困。完全に社会の底なんて遠の昔に抜けてる。一方で金持ちは金持ちになり続けてるんです。世界で2番目に大金持ち、富裕層が多い国、世界第2位が日本なんですよ。大企業、資本家たちはこの十数年の間に内部留保600兆円を超えるほどの富を蓄えてる。内部留保って分かりづらいってことだったら現金でもいいですよ。現預金、この13年の間に貯め込んだもの139兆円です。つまりは何が言いたいか、超絶格差社会、それが日本なんです。誰がこんな日本にした、政治なんです。政治が作ったルールによって
社会はどうにでもされてしまう。今がその極み、非道に悪い状態なんです。私たち令和新選組、まず何をやりたいか、消費税廃止にしたいです。そんなの無理だって言われる方、無理だと思わずに私の話を聞いてからもう一度答えを出してください。消費税をやめる、そうなれば皆さんの手元に1年間で20万円から30万円のお金を置いておくことになります。あなたが少しでもその一部でもお金を使えば、あなたの消費、使ったお金は回り回って誰かの所得になっていくんです。当たり前の社会の循環。20万円から30万円、1年間で使えるお金が増えれば、あなたは何しますか？貯金します？そんな人もいるでしょう。でもみんながみんな全額を全て貯金するわけではない。今でさえ足りないもの、例えば米を買おうと思っても、米は今店店頭に並ぶようになったけど、価格が上がってしまってなかなか買いづらい。だったら美味しいお米買ってくださいよ。その他にもさまざま、この30年の不況の間に自分の本当はやりたかったこと、買いたかったもの、いろいろ諦めたことあると思うんですよ。そういうものであなたが何かを買ってくださったら、回り回って誰かの賃金に変わっていく、当然の循環なんですね。そしてもう一つ言えること、世界広しといえども、景気が悪い時に消費税上げるバカな国家は日本しかないんです。絶対に上げないんですよ。どうしてか、消費にブレーキかかっちゃうからなんですね。例えばコロナ禍、100カ国以上が消費税減税に踏み切りました。どうしてですか？誰かの消費が誰かの所得に回るという循環を邪魔してしまえば、これ社会が停滞してしまう、社会が壊れてしまう、失業者も生まれ、そして会社も倒産する、混乱してしまうから、多くの国々で行われたことは消費税の減税です。コロナの時だけじゃない、それぞれの国が景気が悪い時にはまず消費税を下げるんです。日本はどうですか？逆なんです。1997年に消費税を 5% に上げた。その翌年から本格的デフレ。そこから大量に生み出されたものは何ですか？就職氷河期。100社以上面接を受けても自分が正社員になれない。新卒で正社員になれない場合には、翌年にはもう自分が古くなってしまう。じゃあいつ次正社員になれるんですか？その間の数十年、本当に低い賃金で血を這うように生きてきた人たちいっぱいいます。国の政策によってそのしわ寄せがいった、多くの世代傷ついてる。消費税を上げることで失われたものは個人消費なんです。個人消費、つまりはあなたがお金を使うってこと。回り回って誰かの賃金になる個人消費が大きく落ち込んだんです。どれぐらい落ち込んだか、リーマンショックでは、100年に一度の不況と呼ばれたリーマンショックではマイナス 4.1 兆円個人消費が失われました。そこから回復するまでに1年9ヶ月かかってます。消費税 8% を増税した時には失われた個人消費 10.6 兆円。そこから回復するまでにどれくらいかかったか、5年かかっても回復しなかったんです。元の水準に戻らなかった。なのに 10% にまで上げた。結果18兆円を超える個人消費が失われた。むちゃくちゃです。経済音痴、それどころの話じゃない。経済を分かってないどころか、一部の者たちだけに利益を差し上げるために消費税を続けてる。消費税とはあなたの社会保障のためにあるものではない。ほんの一部しか社会保障には回さず、大企業の減税に使われている、大金持ちの優遇に使われている。そんな消費税をこれ以上あなたが払う義理なんてございません。30年の不況、そこにコロナ、そして物価高、今こそ消費税は廃止にできる。それを決めるのは政治家じゃない。それができるとこの国の最高権力者であるあなたが考えることで、そして投票行動で示すことによって、それは実現可能になっていきます。格闘を見てみたら、次元的に消費税を下げるとか、他にも消費税を 8% に下げるとか、それでどうにかなるような社会状況じゃありません。大胆にまずはこの国の失われた30年の需要を取り戻す。そのためには
あなたに軍資金を渡し、そしてそれをしっかりと社会で回してもらう。これ経済政策の当たり前なんです。一丁目一番地、さまざまな政策を持った令和新選組でございます。数が少ないから何もできないと思われるかもしれない。でも違います。旗揚げ当時は笑われた。消費税廃止バカなんじゃないの。そんなことに反応する国民はいないし、誰も支持しない。国会の中で笑われまくった。でも今マニフェスト見てみてください。各党の消費税を減税しないと言っているのは自民党と公明党と立憲民主党だけですよ。つまりは何か、消費税減税に関してもほとんど国会の中では議論にならなかったものをもう一度国会の訴状に載せて、そしてそれをやった方がいいと思う方々と力を合わせてここまで来たんです。たとえ数が小さかったとしても風穴は開けられる。でも風穴だけでは終わりたくないんです。本格的にこれを減税させ、その先には廃止をさせる。一番喜ぶのは消費者だけじゃない。中小企業が息を吹き返すんですよ。中小にとっての一番の重荷、これ消費税でもありますよね。国の雇用の7割を握る中小企業を元気にせずして、一体この国の経済どうやって立ち直らすっていうんですか。やらせてほしい。先頭に立たせていただきたい。消費税廃止、その他にもさまざまな政策でございます。詳しくはホームページで見ていただきたい。そしてここ東京25区、皆さんがお住まいになっている青梅、昭島、福生、羽村、あきる野に西多摩郡、あなたにもお力を貸していただきたい。私たちには自信を持ってあなたにお勧めできる、そんな候補者をここに擁立いたしました。与田カレン、与田カレンと申します。国会なんてね、馴れ合いの場所なんです。国会とは仲良しクラブ、与党も野党も茶番です。いくら悪い法律が通ろうとしていても、戦っているふりをしながらテーブルの下でぬるっと手をつなぎ、悪法であっても通し続けてきた。結果苦しんでるの誰ですか。国民ですよ。どうして30年も先進国の中でただ一つ日本だけが経済こんなに悪くなるんですか。雇用を破壊し、税制を破壊し、一部の者たちだけに富を流すようなことをしたら、それは国民弱るわって。そこに対して野党はどれだけ体張ってきた。今や国会の中で数が少なくても体を張ろうと気を吐いているのは令和新選組です。どうか皆さんにはもう一人ここ昭島からややこしい人間を国会に送っていただきたいんです。引き分けのないあなたのために戦う、最後の最後まで諦めないという人をどうか昭島から送っていただきたい。すでに茶番の国会に緊張感をもたらすのは一番大きな薬となる与田カレンでございます。どうか与田カレンの一杯を聞いてください。令和新選組代表山本太郎でございました。ピンクの投票用紙には比例は令和、比例は令和とお書きください。そして東京25区、与田カレン、与田カレンの訴えになります。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました令和新選組東京都第25区衆議院議員候補、与田カレン、ひらがな5文字、与田カレンです。与田カレンは36歳の時に男性から女性に性別の移行いたしました。性別の移行だけではなくて、職業もミュージカル俳優、ダンサー、行政書士、新宿区議会議員、さらには令和新選組の木村英子参議院議員秘書、そのような変遷を重ねてまいりました。多様性と意外性、そして信頼と実績の与田カレンであるということでご認識いただければと思います。頑張れ。ありがとうございます。さあ、今回の衆院選ですが、主に3つのことをこの東京25区中の皆さんにお伝えしています。まず1つ目は、代表も申しましたように消費税の廃止です。皆さん、ご高齢者とか障害のある方とか子供たちからも買い物のたびに 10% 巻き上げてるっておかしくないですか。この25区ってね、学生さんがすごく目立つんですよ。駅で駅立ちをしていてもこの子たちからなんで 10% 巻き上げてるんだろうと本当に思う。弱い者いじめの消費税は廃止、そのためにも皆さんの一票、この与田カレンに託していただきたいと思いますが、25区の皆さんいかがでしょうか。ありがとうございます。ご参加いただけましたようでとても嬉しいです。そして2つ目に、武器ではなく食料を語ろうということをお伝えしています。今の政権は軍事費をこれまで5兆円だったものを
2倍規模、10兆円、11兆円、5年で43兆円、ローンも入れたら60兆円にしようというんですね。でもこの国は食料自給率 38% しかないんです。種子や飼料を考慮すると十数パーセントしか食料自給率はないと言われているんですね。太郎さん、今予算を倍増するのは軍事費ではありません。農林水産業予算こそ2倍3倍にしていくべきだというのはいかがでしょうか。皆さんご賛同いただけますでしょうか。武器ばっかり素晴らしいピカピカのものを揃えて国民がこれから飢えていく時代になります。地球沸騰化です。世界中で食べ物の奪い合いが始まりますから、必ずや食料自給率は向上させなければいけないということをお伝えさせていただきたいと思います。そして3つ目が、これはもうずっと言っていることです。小さき声も救い上げるということです。女性たち、今日もたくさん女性の皆さんいらっしゃいますが、日本はジェンダーギャップ指数がすごく低くて女性たち苦しんでる。だって今や労働者の4割は非正規の方に置き換えられていて、そのうち6割以上女性なんですよ。おかしいと思わないですか。おかしい。ありがとうございます。おかしいよね。変えていかなきゃいけないと思う。で、女性だけじゃない、よだかれのような性的少数者とか在日コリアンの方とかアイヌの方とか被差別部落出身の方、また私は英子さんの人だったから障害者の方たちとか社会の片隅に追いやられている人たちがたくさんいるんですよ。そうした人たちの小さき声をすくい上げて、その思い大きな声で国会で響かせてまいります。皆様ご賛同いただけますでしょうか。いかがでしょうか。緊張してきてくださいお恥ずかしいです。ありがとうございます。でもね、この3つチラシに書いてあるので、ぜひ皆さん一つ一つ後で読んでいただきたいんですが、もうそれよりも何よりも私本当はもっと言いたいことがあるんですよ。裏金議員どうしたの。おかしくないですか。なんでまだ元気に立候補してるんですか。おかしいよね。もうね、私ははっきり言って子どもの教育に良くないと思うんですよ。放送禁止です。今の裏金議員は放送禁止だから、私は子どもたちに見せて恥ずかしくないようなまっすぐな政治を皆さんに一票一票託していただいて、皆さんと一緒に生み出していきたいと思っています。いかがでしょうか。ありがとうございます。実現のためにも皆さんの一票一票いただかなければいけません。私たちには大きな宗教団体や経済団体はついていないんです。私たちについているのは皆さんだけなんです。皆さんの一票一票、よだかれよだかれ、ひらがな5文字よだかれんと力強くお印いただきまして、この思い実現させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。皆さんありがとうございます。ここ東京都第25区では、ありがとうございます。なんとですね、自民党の方とか維新の方とか出席候補してらっしゃるんですね。だから25区中の有権者の皆さんにお伝え申し上げます。25区の皆さんが投票すべきは裏金自民党でもなく、第二自民党を名乗る維新でもなく、このしがらみ忖度一切なし、令和新選組の与田カレンであるということを申し上げまして、私のスピーチ終了させていただきたいと思います。ご清聴誠にありがとうございました。ありがとうございます。東京26区の候補、令和新選組の与田カレン、大根、秋島、福島、羽村、秋野の西多摩の皆さん、どうかあなたのお力を貸していただきたい。もうすでに国会は茶番、もうむちゃくちゃです。裏金議員、国会議員、自民党の4分の1ですよ。しかもこれに対する規制法を作ると、公明党と維新と一緒に作ったら何ができたか。これ10年間公開しなくていいってものになったし、黒塗りまで OK になった。より裏金が作りやすいようなものを規制法として作っちゃったってことです。デタラメじゃねえかよ。そのまんまです。でもあってほしいんですよ。国民はね、今大変な生活の中で豚バラ肉を200円分万引きしても逮捕されるんですよ。下手したら刑務所行くんですよ。生活が安定しないという人たちは、これ国のセーフティーネットじゃなくて刑務所に行って3食食べて雨風しのぐってことも選択しなきゃいけない、そんな国になっちゃってるんです。一方でどうして裏金猫ばばした者たちが議員で居続け、クビにもならず、金も返さずに逮捕もされないんですか。狂ってますよ、こんな国。どうか力を貸していただきたい。まっすぐに、そして茶番だらけの国会の中で、とにかくややこしい存在与田カレン、まっすぐにあなたを守るために力を尽くします。与田カレンでございます。お力を貸してください。ありがとうございます。そして2枚目といいますか、ピンク色の投票用紙、ピンク色の投票用紙は比例になります。全国どこからでもあなたの推しの団体名を書くことができます。ピンク色の
投票用紙には令和とお書きください。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、この後なんですけれども、山本太郎と、そしてここ25区から立候補している与田可憐、私たちの間に挟まって写真撮影をしていただける方いらっしゃったら、ぜひ写真を撮って帰って